特定非営利活動法人知的財産振興協会は、著作権保護等の活動を主な目的とする日本の特定非営利活動法人。略称は、知財協、英略は一派。2010年11月に任意団体として設立。2011年5月に正式に法人化された。もともとは、コンテンツソフト共同組合やが行っていた。 海賊版ソフト対策などの活動を引き継ぎ、海賊版ソフトの販売店やファイル共有ソフト等を用いた映像配信者など著作権侵害を行う者に対する摘発を警察と協力して行っている。ただ、加盟団体がいずれもアダルトビデオ関連の団体であるため、実際の摘発対象はほとんどが AV の販売店となっている。活動はほとんどが 日本国内のものだが、過去には台湾の販売店について、摘発を行ったこともある。従来は、AV の海賊版ソフト対策は各メーカーや倫理、審査団体などが独自に行っており、業界として足並みが揃っていなかったのに対し、本団体では、国内の主要 AV メーカーの加盟する団体が、一通り顔を揃えていることから、後越同州として、 メディアに取り上げられたこともある。2013年7月には本団体の加盟メーカー7社が FC2 に対し FC2 動画アダルトにおける7社の制作した AV の配信中止並びに損害賠償を求める訴訟を起こしている。2014年には過去に東京スポーツ等が開催していた AV オープンあなたが決めるセルアダルトビデオ日本一決定戦を7年ぶりに 復活させ、主催を務めることになった。また同年からは、a v オープンの表彰式を兼ねる形で、AV 業界全体の横断イベントである、ジャパンアダルトエキスポも主催している。2017年4月、日本プロダクション協会、一般社団法人表現者ネットワークとともに、AV 業界改革推進有識者委員会に加盟。一波審査済賞ありがとうございます。